鹿屋市の鹿屋女子高校音楽部です。今年の KTS の日では鹿児島ゆかりのアーティストが高校生と歌を届ける企画を実施。出演する C&K のキーンさんが鹿屋市出身という縁から、鹿屋女子高の生徒が一緒にステージに立つことになりました。歌う曲は上を行くメイクです。僕らに会って一緒にこの音楽をやったこの一日が、彼女たちの将来において何か一つこう点になってくれたら、それを線にするのは彼女たちなので、上を行くメイクをしてほしいなと思いますけどね。音楽部の生徒はコーラスを担当します。楽譜は自分たちで一から作り上げていきました。本番まではわずか10日の挑戦です。そして迎えた本番。 C&K が鹿屋女子高校にやってきました。よろしくお願いします。姿勢エイエイ。彼女らが考えたコーラスを披露しました。すごいこうそれが重なった時にうわーってなるから、 C&K の2人も加わり曲を仕上げていきます。鹿児島の人たちに元気を与えられるようなこれからの未来に進んでいこうみたいな曲なので、その気持ちを届けられたらいいなって思います。ステージは学校の中庭です。C&K が来ることを前日に知らされていた他の生徒も大興奮です。それでは紹介します。入学した時からコロナウイルスの影響を受けていた音楽部のメンバー、マスクをしたまま歌わざるを得ないなど思うような活動ができませんでした。元高校生の共演、そんな彼女らにクリビーさんはこう呼びかけました。密な時間を作っていけたらいいなと思います。さあ一度きりのステージが始まりました。今日ばっか嘆いて立ち止まったままはめいて、それあどうめい。歌い終えると彼女らの目からは涙が溢れていました。そしてコロナ禍で多くの我慢を強いられてきた彼女らの方を向くと、 C&K はサプライズで歌い始めました。コロナ禍っていうこともあって、いろんな行事とか なくなってしまって、結構残念に思うこともあったんですけど、やっぱりみんなでこういう風に歌うのは楽しんだなって、また再認識することができました。せめて今日一日が彼女たちにとって何か心を救ってくれる、そんな一日だったらよかったなっていう。いやもう素晴らしかったです。純粋なパワーに染められて、すっかり今いい心になってます。最後に生徒だけでなく C&K にも忘れられない一日となったようです。